こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークイクラブ育成シミュレーションキララカルチョビット R を始めていきましょう。まず練習試合です。首位いりますよ、大阪。これでいきましょう。さあ、キックオフです。ノーホイッスルですね。うまい。これはファールだ。ユーナ。さあ、うまい。うまく取りました。センタリングから一気に飛び込めない、届かない。おっと、スルーパスが右に上がった。さあ、ここが肝心だが、マリ高いです。逆に一気にダルマに攻められる。パンチングだ。おっと、ああ、入れ合えてしまった。一回返したんですけどね。北原早くやって、守備が乱れてしまいました。矢継ぎ早の攻撃についに屈してしまった。さ、節子。ユーナ、一度。さあ、さよ。やーっと決められない、エリカ。無敵。おー、ミホが、ナイスクリア。今度は、ダルマ無敵。ミホ、ナイス。ノーホイッスルです。包みがもう来る。リオ、ナイス。さあ、エリカ、ここは相手が強い。ゲルハルトに加えてミオがまた取り返した。素晴らしいバックパスですね。一度かなり前に出てますね、守備が。ノーホイッスル。時間はもうあとわずかです。エリカが上がったが、オーバーヘッドキックを決めようとしてるが、ミオ取りました。ここで試合終了です。あ、ボールを支配率はこちらが高いんですね。ただ、シュートを、うまいシュートを決められません。課題はフル10個いただきました。さあ、コーチシマントスとシングル戦ですね。コーチシマントス、どういうチームなのか見てみましょう。1点差なんですよね。そんなに差はないし、そんなに弱いチームじゃないです。さて、行ってみましょう。高知四万十戦。はるかも良くなってきたんですけどね。左見よう。
守備は強め、守備は良くしないといけないですね。マナミは結構強いんですよね。とりあえず点を与えないことですね。さあ、相手四万十リバーサイドパーク、こちらで行われます。なんかちょっと客が回らないですね。しっかり勝ちたいです。そうすることでアジア2位以内のチャンスが広がってくるというものです。さあ慎重なスタート。ファールか、ちょっと嫌なファールです。やいみず、いいセンタリングを食らわせてしまった。ミオナイス。ミオのこのボール突破力すごいですね。さあチャンス、ちょっと窓稼ぎすぎた。くるみ、さあここ左右に出まして、緑が待っていた。サエンシュテン、うまいですね。くるみ目をそらすことに成功しました。そこに飛び込んできて緑のヘディングシュート。綺麗なゴールを決めました。さあピンチだぞ。夏希がここは直接キャッチ。当然焦ってるんで前に出ていきますね。積極的にくるみ、これは2対1。さすがに、ちょっとくるみ痛がっている。嫌な予感がする。出ましたね。相手ボールをスローインです。気をつけないと。ファールではない。この辺のインサイドワークもうまくなりましたね。さあ萌え上がっていってます。それは羽生大に取られてしまった。もう戻っていきますね。慌ててファウルです。これはいけない。あーっと、まっすぐ来た。みゆきがクリア。さあちょっと前に出すぎてるぞ。夏希がキャッチ、切り抜けます。さあかなり相手チームの攻撃陣前に出てますよね。さあ緑に、あー、オフサイドか。うまく飛び出たと思ったんですけどね。もう疲れが結構溜まってますね。まさに総力戦。かなり相手もいいですね。引き続きいきましょう。後半戦です。
ックの正確性ですよね。ここはもったいないよね。ちょっと危ない。夏木がしっかりキャッチします。くるみ縦に来て、今度は緑決めた。2点目。素晴らしい。くるみが息出して緑のこと信頼してますよね。なのでしっかり点を取ることができるということわけです。カナだな。カナをカナを見事変えましょう。さあこれで交代枠早くも使い切ります。さあ焦らせますね。これそこに前に出たところくるみが、あーっとポストに当たってしまった。決められなかったですね。精神的にどうか。あーなんか後ろ向きですよね。見つけはキャッチ。クラリス、うん、オンホイッスルだ。ちょっと攻め、防戦に回ってる感じがするが、あやか、決死のクリアです。それをさつきが取って、ナーコがシュート、松本がこちらも決死のクリア。さあパワープレーに出てますね。さあ上がってくるみ、どうしたんだくるみ、決めきれない。さあくるみが出ました。まだ元気は残っているが不用意に、あーっとそうこぼれ球決めました。3点目。サポーター大喜びです。ここは弱かったんですが、こぼれた隙を逃しませんでした。さあ決定的な3点目になりました。守りが生んだ勝利とも言えますね。ファールか。さあ残り時間ほとんどありません。おーコーナーキックになります。ここは点取られたくないな。できれば試合終了です。3対0で勝利。まどかが強すぎましたかね。これですよ、うまく出して目線をくるみが沿わせておいて、ここで守備みんな行っちゃってますからね。フリーになった緑が飛び込みます。後半8分、これを見事ですね。完全に裏を返った速攻プレー。フルに待たずにすぐ行きましたね。しっかり飛び込む緑もさすがです。ただクルミ本人としてはシュートがパッとしないんですよね。こう緑が上げたもののヘディングが、さあ3度目のチャンスとばかりにいます。ただこれが弱い。そこをこぼれたところ、これはさすがに決めました。ここですよ。
ディフェンダー2人の感激をついてって感じですね。キーパーよく直ってくれます。君が最後上げたんですね。守備的な働き、つなぎの働きを見事です。シュート本数はあと圧倒的ですよね。力差を見せつけた勝利だと思います。これで勝ち点並びましたね。42点。2番線大阪ってまだ直接対決やってなかったと思う。いやもうやってますね。であと4戦です。嬉しいです。成績ですが、筑波長松は6点差ですね。しっかり取っていけば、アジアチャレンジトロフィーの出場権、うまくいけば優勝も見えてきます。ゴールは緑に盛り上げてきましたね。何の子ですか。次は長いのフォルティール浜松ですね。長いのフォルティール浜松、どんなチームなんでしょうか。あ、昨年 N2 なんですね。ただゴールキアキーパーのモラーをほか強い選手揃ってますよ。いい選手とそうでない選手との差が激しいチームといってはいい、言ったらいいでしょうか。引き分けですね。初戦1戦目は。なので今回はしっかり勝つということを目標にしたいと思います。まあマルカトーレアオバナだったら多分しっかり勝てると思うんで、この高知四万十市に全力を、じゃない、フォルティール浜松に全力を、投入していきたいと思います。まあそしてできれば筑波長浜もしっかり、勝っていきたいですね。はい、というわけで、今回3対0で、見事勝利することができました。次回のフォルティーヌ浜松戦も勝っていきたいところであります。この今回の動画はここまでとなります。ありがとうございます。もしお気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画の最後に関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。